常吉は、日本の氏族。系統はト来系の古代豪族と、官務兵士可能ウ流の武家がある。遠国王、高孫縁の末裔を称する、ト来系氏族赤染氏の一族。河内国大県軍を、主な根拠地とし、同地に、徳行姫神社を祀る。俗に本期の天平を19年8月23日上には、小六倉上赤染作り、 広谷、赤染高間ロラ九人に、徳寄連の姿勢を賜る、天平商法二年九月一日上には、小六位赤染作り、広谷、赤染高間ロラ二十四人に、徳寄連の姿勢を賜る、放棄八年四月十四日上には、右京の十六位上、赤染国持ちら四人、河内国大県軍の正六位上、赤染人足ら十三人、東東海国新玄軍の外八位下、 赤染長浜、稲葉国八郷里の外十六位下、赤染大河原十九人に、常寄を賜うとある。発色のせいでは、常寄すくね、後、床寄は損。平安時代の長保元年には常四住明が、大和国天元軍の軍事となっている。関武平氏三浦氏族の加納氏処流で、道の区国会津地方の戦国大名は死なしの同族。鎌倉時代に、 加納支流の沢良政聖が、山群トコヨの自当職に部任され、次男の佐原頼盛が本願として土着し、常吉を名乗ったことによる。常吉は、文紀2年、足名成功に背いて中され、天文7年の合図黒川町火災の際には、常世殿の屋敷が消失している。永禄2年に、常世大井之助森重は、上安寺を回帰したが、天正年間に、 戦火で消失し、休診により再興された。江戸時代には、合津藩氏となった。ABCD、静止家系大辞典、第二巻下3952ページ、林明、合津足名四代歴史春秋社1982年、AB、門川日本地名大辞典7福島県568ページ。ありがとうございます。